はい、こんにちは、くつざわです。リキタン様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。千田隆松戸支部長、昨日政治活動デビューしてまいりました。指導ということで私も行ってまいりました。今後は一人で激しく街頭でやると言ってますんで頼もしいであります。まあ見たところおっさんですけれども、この方ですね、日本第一党党員でした。でなんやかんやって呆れちゃってうち来たんですけれども、日本改革党ともども千田隆、千の田んぼって書いて千田、読むんですね。日本改革党ともどもよろしくお願いいたします。やってる最中ですね、元自衛隊さん、くつざわさん動画見てますよ、声かけてくださった方、お父さんともども動画見てくださってるヤングさん、お声掛けありがとうございました。なんかお父さんが先に私の動画見てらして、70代って言うんですけれども、パソコンで動画を見れる 11% のエリートさんだな。そのヤングの息子さんの方はですね、民主党政権に投票しちゃった、あの時は。というですね、ことで、テレビ捨てれば許してやろうかな、なんて思っておりますけれども、食堂でお会いしました。NHK でも参加者さん、ご支援ありがとうございました。松戸からの帰り、食堂、寄ったらですね、デモ参加者さんがいらしてですね、ご馳走になってしまいました。会うたびいつもご馳走になっちゃって恐縮であります。ちょっと美味しい食堂を見つけたもんで、松戸とかね、まあ、北千住からの帰り、あっち方面、亀有とか金町とかさ、そこら辺の帰りには寄ってんですけど、毎回会っちゃいます、その方もそこは毎日のように来てるらしくてですね、10月2日に予定している NHK スクランブルデモ解体にもご参加くださるそうで、感謝であります。ありがとうございます。サムスン、ファーウェイのスマホの宣伝は熱心にやる、ツワイス、とかなんとかいうグループのライブにを心配する、BTS の徴兵を心配する、ということで NHK は解体しないといけません。我々がいなくなった後も NHK がこういうことを元気いっぱいやってたんじゃ子孫に申し訳ない、あの時のおっさんらは何やってたんだ、怒られますから、 NHK スクランブルは、絶対に放送しないのもあるな、公共放送を自称しているんですけど中共放送の間違いではお前ら公共放送じゃなくて中共放送だろ、って思うんですけどもね。あるいは日共放送、日本共産党放送、9月10日夕方、国葬ウエメロの皆さんが新宿集合、映像を見た限りでは南口バスターミナルの前ですね、TBS が大報道しておりました。要約するとですね、女性を中心とした市民の皆さん、っていう設定、100人以上っていう設定、まあ大本営発表ですけれども、反対理由は法的根拠はない、弔意の強制、共産党のありがたい教えの通りだな。なんぼね、そうじゃないでしょって突っ込まれても、これ言うのやめねえっていうですね。呆れられても構わない。一般の人に、賢い人に呆れられても構わない。バカさえ騙せればそれでいいっていう姿勢がありありと見て取れる共産党であります。中核派もそうですけどね。ネットの話です。映像を見ると、50人いるかどうか。しょぼ。ニュースにする意味がわからん。100人って見物人込みの人数だろ。通りすがりまで人数に入れんな。横断歩道を待ってる人の方が多い。大本営発表で100人とか寂しすぎる。本当は10人だったかもね。左翼の10倍増しっていうのはデフォルトですから、100人ぽっちの集会でさも国民の総意みたいに
報道すんだ。最寄り駅でも国葬反対のビラ配ってたけど、全員おじいさんおばあさんだった。地元の駅前でも共産党のジジババがチラシ配ってたわ。誰も受け取ってなかった党員激減で焦ってるから、これを利用して党員増やしたいんだろうな。共産党にしたらビッグチャンスなんじゃないのこれ。ビッグチャンス。国葬反対、国葬反対。まあ言って回れるってですね。新宿区南口から動かなかったらデモじゃないだろう。ただの集会っしょ。デモっていうのは、俺らのあれだと、ちゃんとね、デモ申請とかして、こっからここまでを歩くみたいなコース設定して、そりゃ、申請に手間がかかるもんなんですけどね。ただ集まって騒いでたんでは、デモじゃないんじゃないのかな、集会じゃないの。100人と思っているが、せいぜい50人って話でした。通行に入れると、映像的には漏れるので、今後この手法を多用すると思われます。人がワンサがいるところ、自分ら以外にも、例えば新宿ハチ公のところとかね、そういうとこで、しょっちゅうやるようなんじゃねえかな。代々木あたりからこの人らは湧いてきますんで、まあ、新宿は、一生懸命やるでしょうけどね。おととい、9月9日も、新宿駅の構内、西口の地下が、あれになってましてね、ちょっと人をわんさか通るとこになっておりまして、それで集会やっておりました。山添拓と平吉子参議院議員が出動しておって、最近こいつら稼働率高くて過労が心配になるレベルであります。ブラック企業を叩いている共産党が一番ブラックではないか、なんて思いますけれども、赤旗もただ同然で配らせてるみたいだし、信者どもにね。この緑、左側の緑の服着たやつが山添の嫁だそうであります。それも出場。これ席入れてない事実婚ってやつで、まあソ連を見習ってんでしょうけど、事実婚。そういえば福島みずほも席入れてねえね、事実婚ってやつで、信者激減で共産党が焦ってんのは間違いないかな。300人集まる NHK スクランブルは絶対にニュースにしないのに、こういうのは人数に関わらず全国放送するTBS と、100人もーで、実際100人いなかったんですけど、したら300人もーっつって、実数で300人集まってる NHK スクランブルでも報道したらどうなんだと思いますけど、映像を見ると見事におばあちゃんばっか、あはははあ、白髪のおばあちゃん、白髪のおばあちゃん、白髪のおばあちゃん、なんか画面が白っぽいんだよな。あ、どれもこれもな。老人ホームが平均寿命の長い女性ばっかになる理屈と一緒かな。男の姿がなかなか見えないのはな、だん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 減っていくんでしょ。男の方が寿命短いからね。法的根拠はないと言って、東京、埼玉、神奈川の地裁で行政権の範囲内で違法でも違憲でも何でもないし、これあんたら関係ねえでしょ、言われて却下されまくってのに、共産党の嘘をそのまま喋ってて頭が悪い、としか言いようがない。超異の強制って蓮舫も辻元もドヤ顔でね、呼ばれたけど行かないって、表明してたやんけ。欠席の自由、賛同しない自由があって全然強制されてない。ちょっと自分の頭で考えてくんないかな、この人だな。共産党のありがたい教え通りをペラペラ喋ってないでな。とは思ったけど、そういえば宗教って思考停止の道具だったなって思いまして、あ、この人らも思考停止、共産党っていう宗教にはまっちゃって思考停止してる連中が、重量 5% の脳みそが、25% のカロリーを消費する非常に燃費の悪い器官であります、脳みそが。なのでですね、食うや食わずでいた縄文時代、石器時代、なんかから節約のために
消費カロリーを減らすために隙あらば思考停止するように人間の体はできております、宗教はそのための道具ですね、瞑想なんかも一心不乱に、お祈り唱えてその間は思考停止できてカロリー節約と、アッラーのおぼし飯とか、全て神の御心のままにって言ってれば自分で考えなくて済むから楽というものであります。国葬上メロの皆さんね、どっかで言ってたへりくつ言ってればドヤ顔できて楽って結果的にあの共産党の奴隷になってると、共産教信者あですか、代償はですね、ドヤ顔する代償はバカだなこいつら、静かな軽蔑、まああの口に出して言ってる私のような人もいますけれども、関わらないようにしようと、世間から浮くという、世間から浮いて浮いて浮きまくって、一般の人と話通じねえから自然と仲間内で集まってだんだん濃くなるっていうのもカルトの特徴ですね。国葬反対は理屈じゃねえんだよ、言ってるみたいですから何でもいいよもうっていう感じなんですね。いいよもうあの弔意の強制だとか、何なんだっけな、法的根拠はないだの、ことごとくそれ違う言われてるもの、で最後には理屈じゃねえんだよ、論より大声嫌がらせです、何でもいい、賛同できないなら考えないようにして無視していればいいものをわざわざ国葬反対って大声出す人だって国民なのかなー、国葬に反対国民なのかなー、いち早く欠席を表明してドヤ顔している蓮舫も辻元も国籍があやふやじゃないですか。あ、蓮舫なんか未だにね、戸籍公開してねえし、もちろんね、かつて二重国籍だった方でも、小野田貴美さんみたいな、立派な方もいらっしゃいます。国葬をすることに依存ない二重国籍の人の方が多いと思うけど、結構罰則ねえから、結構多いと思うな、二重国籍。もちろん成人しててもね、蓮舫も未だにね、罰せられてないしね、孔子殿下も、出席される皇室認定の外交行事に大声で口挟む連中は朝敵だよな、私は思っております。あと理屈じゃねえんでいうのは万機公論に決すべしに反してっからね、ここでも朝敵ですよね。ちょっと今日はですね、メール党員の皆様に、お手伝いいただいて新、政治活動してまいりますんで、動画短いですけどご容赦ください。メール党員大募集、筑紫部長大募集、私と一緒に、選挙戦っていただけないでしょうか。こんなおっさんでも頑張っております。まあ千田隆が悪いわけじゃないですけれども、動画説明欄に募集のURL 貼ってありますんで、そちらの方からぜひともよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。